そうですか。痛いところなどないですか。では少し目の上も失礼いたします。大丈夫そうですかね。
そうですね。いい感じです。はい、こっち側もね、全然大丈夫そうですね。そうです、ありがとうございます。ではですね、この指をですね、顔の前に持っていって近づけて瞳孔の動きを見させていただきますね。失礼します。少しちょっと見ますね。はい、ありがとうございます。はい、では次はですね、こちらのライトで目の瞳孔の動きをさらにですね、見ていきたいと思います。はい、ではまずね、片方ずつちょっと動きを見ます。少し眩しくなります。いきますね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、目の方大丈夫ですか？医療用ライトなので目に悪影響はないんですけれどもね。少しチカッとしますかね。大丈夫そうですか？それでは次のね、チェックしていきますね。ではですね、この私の指がどの方向にあるとき一番二重に見えるか教えてください。まずはこっちですね。鮮明ですか？ではこっち、こっちも鮮明。ではこちらはどうでしょう？前方向見てみた感じ。はい、あ、こっち側、右下あたりが、右斜め下あたりが一番二重に見える。ではですね、どちらの目がそういう風に見えているのか、挙動を見ているのか、見ているのか、ちょっと見ていきますね。まずは片目隠しますね。失礼します。見えてますか？見えてますか？なるほど、こちらの目で見てらっしゃいますね。左目。はい、ありがとうございます。それではですね、次はお口の中の筋肉の動きを見ていきたいと思いますので、大きく口を開けます。
続きまして、少しね、この辺りの協賛入土付きなどのね、反応も見ていきたいと思いますので、まずは頭をすいません、こっち側に向けてください。はい、ありがとうございます。ここ触りますね。レモンですね。安心かなと思います。